J クラブの選手たちがメインそうですね、大会だと思いますので、こういうところから、まあ、あの J クラブのね、この3種の選手だったら、はい、まあ、そのまま上がるとかいうね、はい、この子なんかも結構僕はいいなと思って、いい選手、はい、今のやはりそうですね、13番の選手も、うん、あ、来た、おっと、あ、クリア、ナイスクリアですね。13番の選手も右サイドですが、左利きですかね。そうですね、左利きでカットインのイメージ。お、ナイス、お、いや、ゴール、素晴らしい。まさに坂本監督がおっしゃってた風上の中で、そうですね、どういうプレーをするかっていうところで、まさしく今、はい、風に乗せた、はい、今一瞬トップ下のね、10番のゲームになって、はい、はい、いいのにな、いいなっていう、いいですね、はい、日本サッカーの底上げというか、はい、もう全体のレベルがどんどん上がってきてますね。さあ裏出ました、13番、さあ、いやー、ゴール、1対1、サンフレッチェ広島同点ゴール、13番の選手中折り返しからの、確認中で、20番ですかね。アジアカップも始まりますけど、はい、あのリバプールの遠藤選手だったり、はいはい、ああいうなんかこう奪えてその後できるっていう、はい、おー素晴らしい、おー、ナイスシュート、ナイス、はい、松本は多分442なのかな、442、はい、松本山が442ではないかという、はいはい、さあこちらチャンスになりました、13番選手のゴール、あ、おー、素晴らしい、素晴らしい、ゴール、いや、素晴らしい、注目しておりました、5番の、はい、横山選手ですね、はい、ちょっと松本山がの両サイドバックがセンターバック2枚、いや、ゴール、いや、非常に素晴らしいゴールです。いや、この13番の選手、前のゲームでもさ、そうですね、ああいうところですよね、時間がかかればもう、やはり坂本監督もそうですが、やっぱ指導者の方が仕掛けてほしい、はいはい、いいシュートです、いや、良かったですよ、今まさにそのちゃんと自分でゴールを狙いに行くっていうところから、はい、いや、25番の選手が、はい、まあ、こけたけど、はい、その後もう一回フィニッシュまで行こうっていう、あの姿勢をね、トライすることってすごい大事ですよね、さっきの13番の選手の、はい、あの持っていく方ね、はい、だから、よし、やっぱりちょっとそうですね、風が強い、そうですね、風になっちゃうんですよね、戻りが、スピードじゃなくてやっぱ予測なんですよね。あ、なるほど、はい、本当にあの両サイドの選手だったボランチが、はい、あ、来た、さあ抜け出しました、いや素晴らしい、いや素晴らしい、ゴール、さあ抜け出しから、10番の選手ですね、はい、これはもうチームのコンセプトで行くんだったらいいんですけど、あのその分のね、奪われたとかカバーとかいうのをあのサイドバックに戻させるのか、あるいはね、また違う方法でこう対応するのかっていうところが、ここはやっぱ漏れ、素晴らしいゴール、もう今監督がおっしゃってたような形から結局戻りきれないところで、結局下がったけど手前のところ見れてなくて、結局下がりすぎた結果、ね、この天然芝のピッチでやれてるので、あのそれもいいんです、あ、うまい、うまいですね、さあ、いやー、ナイスゴールキーパー、ちょっと遅くなりました、カウンター。さあ前半終了のホイッスル、じゃあ私も1戦目見てる中なので、はいはいはい、まあ、うまく出場時間この流れの中でこう入るので、難しい、難しいところもあるんですよね、そうですよね、ただ選手によってはその方がいい選手とかいるんで、それをね、見極めるのが、またそのベンチとして、お、いや、さあ少しずつ、そうですね、今のも芝に足を取られるというか、はい、足が少しずつ少しずつ、いやー、ナイスゴール、サンフレッチェ広島追加点です。右サイドの抜け出しから最後は
流し込んで5対3、さあ2点差5対3ですが、少しサンフレッチェの攻撃の時間続いております。うまい。しかしサンフレッチェもいい守備です。あ、いいですね。3人で囲みましたね。しっかりと人数でボールを取って、さあどうでしょうか。いやー、おゴール、サンフレッチェ追加点、6対3です。はい、試合を決定。さあ試合終了のホイッスル、サンフレッチェ広島 FC ジュニアユース VS 松本山雅 FC はサンフレッチェ広島ジュニアユース6対3で勝利ということで、次のラウンドへ駒を進めます。まあ、山川チャンスこそね、後半スタートチャンス作ってましたけど、ここからまたこの課題を、ね